そんな風にあなたはとても心配してくれるけど、ひょっとしてあなたは、あなたが心配していることを、つまり、あなたの気持ちを、ただ、相手に伝えたいだけなんじゃないの？優しいんだよ、とか、冷たくはないんだよ、とか。とにかく少なくとも気にしているんだよ、みたいな。そんなあなたの優しさを、善良な気持ちを。それによって相手が嬉しくなったり、安心したり、喜んでもらえるなら結構なことだと思うよ。ちっとも悪くない。たとえそれが偽善だとしてもね。でもね、もしあなたがあなたの気持ちをただ伝えたいだけなら、そんなの伝えてもその相手にとって何にもならないことって、それどころか逆に不快にさえなることだってあるよね。あなたの気持ち。